皆さん、こんにちは。サクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。今日のテーマは水族館についてです。私は今日、有給休,休暇を取りました。半日の有給休,休暇です。 午午前中だけ働いて午後は休みでしたなぜ休みを取ったかというと、まあ、平日ゆっくりしたいなと思って休みを取りました特に何か用事があったというわけではないのですが、まあ、休みを取ってそ,それから何をしようかなと 考えましたそして今日は水族館に行ってきました水族館では本当にゆっくり魚とかペンギンとか動物ですねを眺めて癒されましたペンギンがたくさんいて 結構長い間見ていたのですが可愛い,いなと思って癒されましたあとクラゲがたくさん展示されていましたそして光とかが照らされていてライトアップされていてとても美しくて感動しました でクラゲを見た時に、えっと、私は海に行った時のことを思い出しました海にいる時にクラゲを見るととても、まあ、嫌な気持ちというか怖くなりますなんでここにクラゲがいるんだろうと思ってクラゲどっか行ってほしいなと思います しかし水族館で見るとそれが美しく感じます。これはやっぱり展示の仕方というかまあ海だと嫌われ者だけれども水族館では人気者になる。まあこれはすごいなと思いました。たくさんの人が クラゲの水槽を見ていて写真を撮っていました面白いなと思いましたこうやってたまには休みを取って水族館とかなかなか普段行かないようなところに行くのもリフレッシュできていいなと思いました皆さんは次休みがあればどこに行きたいですか それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またね。